はい皆さんおはようございますお久しぶりですえっとね今日お話ししたいのは明日東京では東京都知事選挙を控えております今回史上最高22人の候補者が現状出馬をしているということで熱い選挙戦を戦ってるんですけれどもなんかおかしいと思いませんか皆さん東京都の代表を決める選挙 都知事選挙ね。これ。日本の首都である東京都の代表を決める選挙にもあるにもかか。選挙であるにもかかわらず。マスコミで一切。ピックアップされてませんよね。これはおかしいと思いませんか。おそらく何か。こう操作をされている。可能性があるのかなと私は思ってはいます。 で、これね、私ずっとあの去年の夏から街頭演説で選挙に行ってください選挙に行きましょう投票に行ってくださいというような辻立ちずっとさせていただいてきたんですね。っていうのもね投票率非常に低いんですもうね誰に入れたって同じだろう入れたいと思うやつ出せやってねよく言われてるんですよ。 いやいやでもね、行かなきゃ本当にまずいんです。いいですかじゃあなんでまずい ?10 歳から39歳までのこの世代、死因の第一、自殺。なんでそうなるの子供から大人までが死にたいと思うような国、死にたいと思うような町、そんなところに住んでてあなた幸せですかなんでそんななるの 政治がなたちを見てないからです私を含めた国民都民都,都道府県民みんなのこと見てないからなんですよじゃあ何そのじゃあその理由は何って言ったらね選挙です選挙で50%以上の人たちが票を捨てる大体まあ指標まあ選挙に対するその指標っていうものね投票率で大体いいまあ で投票率のことを言ってるんですけれども投票率大体いいね平均すると423%って言われてます半分以上の人票を捨ててるんですよこれいいですか選挙行ってくださいよこれねじゃあね投票率低くなればなるでもね一部で絶対その票を捨てない人たちがいるんですよ誰 企業献金をする大企業の人たちとか、ね、経団連とかの人たちですよ。組織票っていうやつですよ。そういう人たち絶対選挙には行く。票を捨てない。じゃあなんで票を捨てないの自分たちが支持するひあの人たちが一人でも多く議会に送り込むことができればですよ。いいですか議会に送り込むことができて、いいですか半,半数以上の人たちが議会に行ければ、 世の中コントロールすることできちゃうんですよ。世の中コントロールすることできちゃうの。いいですかそうすることによってね、やれ忖度、ま、忖度っていう言葉が悪いとは私は言いません。ただね、一部の人たちが権力を握ることができちゃってるんですよ。忖度することによって。忖度する相手をま、間違えてるんですよ。はっきり言ってね。 そんなことあって許されますかそんなところに住んでてあなたたち幸せですか今回今世の中というかまあね日本含めてまあ世界中なんだけれどもコロナ禍の中で職を失った人家を失いそうな人いると思うんです。 でね私も実を言うと職場でコロナ出たんですね検査しました検査行けって言われたんでしましたちゃんと見てくれてません検査受けた次の日から私なんかはたまたま検査受けに行った病院なんですけれどもこれねテレビでも結構出てたんだけど検査受けに行った病院検査受けに行った次の日からですよ病院の中であれですよコロナ大量発生したんですよそれにもかかわらずね私の住んでるまあ 町もそうなんだけれどもその行政も病院も何も対応してくれてないこれ問題だと思いませんかたまたまね、まあ、あの高熱が出るといったような、まあ、よく言われてるなんか症状いくつかあるじゃないですかその症状が、まあ、たまたま私は出てなかったからよかったけれどもこれ出た場合どうするんですか出てた場合どうしてくれたんでしょうかね都として区として病院として何か対応してもらえたのかな それがすっごい謎でしょうがない。えっ、ー、と、ここ数日また50人、100人と感染者数増えてます。小池さんはね、選挙近いからって言って、検査数、検査を受けるその絶対数、分母の部分ね、ぜ検査数を少なくして、検査を受ける人数を少なくして、人数少なくしてですよ、検査数を多く見、見せて、で、人数を多く、まあ、 まあ、100人超えましたとか50人超えましたとかっていうようなそういう言い方してるんですねでもね一昨日かな東京107人とかって言ってたんですけれども私あるところで見たら実際これね160人ぐらい出てるとかっていう話がなんかちらっと何かで見たんですよね何だったかなちょっと私もその情報元は まああえてちょっと記憶定かじゃないあれこれ見過ぎちゃってるっていうのもあってちょっとまあ情報定かじゃないんですけれどもね人数少なく言うってこれはちょっとまずいんじゃないかなと思っていますそんな私一昨日期日前投票に行ってまいりました皆さん選挙行ってくださいあなたの一票で政治は変わります政治を変えることはできます絶対これ選挙行ってくださいお願いしますそれじゃあ皆さんまだまだコロナは 落ち着いてませんけど、お体気をつけて。それじゃあ、バイバーイ。